今週の第3位、ウィンズのトライアルを聴きいただいています。この曲は FIFA 公認映画ゴールの日本語吹き替え版のテーマ曲ということで、うん、はい。でもさ、サッカーみんな大好きだから、サッカーの映画のテーマ曲ってめちゃめちゃ嬉しくないですか？嬉しいっすよ。ねえ、はい。まあ、横で今思いっきりソロを弾いてる人がいました。気持ちよくなっちゃった。今ね、思いっきり弾いてましたけどもね。はい。この映画見た？見ました。これ今日から公開なんですよ、ね。今日から公開。はい、そうか、だってこれメッセージも来てたけど、ほら。うん。そうです、そうです。東京都の舞さん。舞さん。ゴールの国立競技？いや、国立競技場。違う。いやいや、国立はないですよ。ちょっと場所が。すいません。シナリオ通り、シナリオ通り。ちょっと待って、みんな、3人で一斉に突っ込まないでください。びっくりした。ほんとびっくりした。国立競技場での試写会などいろんなイベントに参加されてましたね。お疲れ様です。もうダメだ。もう俺たちの中には国立競技場はどんな競技場かな。僕もこの前神戸のことを、なんて言ったっけ？神戸？神戸って言われてた。いや、あんまり笑えない。同じで。気をつけましょう。これすごいね。まさにこのサッカーの聖地というかね、日本では。そうです。国立競技場で。やった。やりました。やりました。ピッチのとことかにちょっと。ピッチには入れない。入れない。すごい厳しいんです。やっぱそうなんだ。周りのとこでステージ組んでやったんですけど。お客さんもじゃあ。はい。1万2000人。はい。並んでもらって。すごい。なんか入場の時に、わーってなって、すごいテンション上がりました。そうか、芝生には入れないけど、その周りには。そうそうですね。俺もね、実は一回日本戦の時に、紛れて入ったことがあるんですよ。紛れて。そこ入っちゃいけないパスだったのに。よく入れました。で、日本の歌歌ってじゃみんな、おーみたいな。なんかね、すり鉢みたいになってるから、地鳴りみたいな声が、うお、コンサート会場とちょっと違うんですよね、なんか。で、感動してたら、警備員さんから、君って言われながら、首根っこを引っ張られた。ここじゃないよ。ダメだよ。結局は。日本選手出てくるから帰って。なるほどね。バレちゃった。それちょっと、ライブとは違う感動がありますよね。そうですね。これね、今日から、公開になっております。はい。そしてなんと、その、試写会の時に、ケイタ君は4年後の代表入りを宣言していたっていう。出たんですか？出ました。これまた大きく出ましたね、これね。これは僕はいけると思います。これもしも実現したら、今回の牧以上のサプライズですよね、これね。いや、でも、だから4年後はやっぱ牧選手とのツートップでいこうかな。ああ。じゃあ、ジーコかわかんないけど、ジーコだったら、牧、小黒、啓太。おーみたいな。名前なんだ。僕まだ4年後24なんで。もしダメだったら8年後の28歳の時に。まだ、ラスト、チャンス。まだあと8年ある。あるよ、わかんないよ。あと2回あるんですよ、チャンスが。だってさ、今回のゴールもそういうところからのし上がっていく感じの映画。そうですね。サッカー好きの男の子がっていう感じですよね。でもサッカーの練習してる暇が皆さんないんです。だってもう7月8日からコンサートツアーがスタート。ああ、よかった。ねえ、楽しみなんですけど。これまだもう、ツアーの内容とかは結構決まりつつあるんですか？いや、全然。ちょっと待って。まあ、ちょくちょく決めてますけど。これからなんですか？これから。どんな感じのツアーにしたいと。いや、まだ全然。ちょっと待って待って。ちょっとギター練習したりとかしてるんでしょ？でもギターとかはやんないですね。まあ、小チックのか。ああ、これなんですか？やんないですけど、まあ、歌って踊って、みんなが楽しめるような、はい。夏騒げるようなライブに。うん。ダンスの先生同じなんだって？そうなんですよ。千恵子ちゃんと。前に、スーパーラバーの振り付けをやっていう曲を振り付けしてくれたの。ダンスの先生が。はい。はい。厳しい先生結構。いや、いい人ですよ。すごいですよね。しかもサッカーをなんか結構やられてるということで。その先生も一緒に楽しんだりしている。そうですね。ああ、なるほど。4月4日からコンサートツアーがスタートということで。でもそのコンサートツアーに向けて何かやって、例えばみんな体作ったりとか、ああ、僕は体作ってますよ。ケイタ君以外もだって、りょうい君とかもなんか、やったりとかしてるっていう噂を。まあでも、ツアーは別に意識はしてないですね。なんか肩の周りの筋肉が結構最近すごいことになってるって噂を聞いたんですけど。ロボットみたいになってきました。ロボットロボット肩筋がね。肩筋ってこの辺が。二の腕から肩の後ろにかけてのはい。モリッと。明らかに以前の俺とは違う感じになってきてるみたいな。以前の俺とは。徐々に、徐々に。徐々に。はい。なんか二人が筋肉をつけてる中、牛君はなんか。僕は突然頑張りすぎて、腰と首と腕を痛めました。怪我人じゃん。それでも山登りをしたいっていうのがあるので。それサッカーではもうすでに、なんか外れちゃうぐらいの勢いですよね。本当に首と腰と手首がもう、手首もブレイクしちゃったんですよ。ブレイク。本当。動けちゃいました。まあでも頑張ります。ねえ。それに負けず。休みないでしょ、全然今じゃ。休みは、まあ、たまにあります。あった。最近じゃあ休みやった時何したとか覚えてます？買い物昼まで寝てました。寝るな何したっけな寝さ、覚えてない。いや、寝てはいないですね。でもあんまり何とか覚えてない。覚えてないですね。
僕、千葉に前乗りして、バスと戦ってました。バスと戦ってた？バスフィッシング。バスフィッシング。あの、すいません、千葉ちゃんは、またすか？あの、世界ビッグ、世界びっくり人間みたいな。歯でバスを引っかかったりする。そうそうそう。これでまた腰痛めちゃったら大変だと思って心配しちゃう。あの、ちょっと変わった子なんで、あの、気にしないでください。面白いですね。まあ、勝てないですか？バスフィッシングとか。バスフィッシング、バスと戦ってましたね。徹底的にじゃあ本当に自然の中で遊ぶのが好きなんだね、じゃあね。もう、すごい充電されますね。ああ、ソーラーパワーみたいな感じで。もう太陽とあの空気となんか森の感じみたいな。すごい焼けますけどね。ああ、釣れた。釣り一匹。あ、嘘です。ゼロ匹です。ちょっと今言っちゃった。全然バスと格闘してないじゃん、それじゃ。確かに。やられっぱなし。やられっぱなしだったよ。他にもあの、いろいろメッセージいただいたんですが、すいません、全部紹介できなくて。そして今日はウィンズからプレゼントいただきました。はい。何かと言いますと。オリジナル T シャツですか？はい、T シャツです。なんかこうね、赤を。トライアルって書いてありますね。なんかちょっと、なんかサッカーとかそういうフットサルとかやるときなんかにもこういう。そうですね。いい、結構いい記事みたいな。ねえ。これ3人の方にいただきましたよね。はい。応募方法後ほどご紹介したいと思います。なんつってる間に、もうお別れの時間も近づいて。はい。そうですね。もうね、本当にたくさんの方も今日抽選だったんですけども、もうありがとうございます。ありがとうございます。なんか、これから忙しくなるけど、体に気をつけて頑張ってとかね、いろいろメッセージいただいてますけども。みんなね、ちゃんと紙に書いて。あの、これ全国で聞いてる方いらっしゃるので、一人ずつちょっとメッセージいただきたいんですが、誰からいきますか？じゃあ僕から。ゆうちくんから。今日あの、ゴールがね、あの、公開になるし、今週あの、ウィンズの新曲も発売になったんで、ぜひあの、聞いて、見てみてください。よろしくお願いします。はい、ケイタくん。はい、まあもうすぐツアーも始まりますし、まあこれからもいろんな活動やっていくんで、ぜひ皆さん、応援よろしくお願いします。はい、ゆうくん。まあ、新曲がいいなと思った方やあのゴール見て、あ、この映画いいなと思った方はウィンズのライブ夏にあるんで来てください。はい。そしてウィンズなんかこの番組ゲスト登場結構最多記録ぐらいになりつつあるらしいの。マジっすか。ありがとうございます。だからまた何かある時絶対、いやいや、さっきは明日やってないから土曜日だから、だからまたリリースとか絶対また来ていただきたいと思います。待ってますんで、はい、お願いします。ウィンズでした。ありがとうございました。